ゆかぴか英会話の代表、本部ゆかです。ゆかぴかは2017年の4月にインターナショナル幼稚園を天王寺区で開くことにしました。どのようなインターナショナル幼稚園か、3つのポイントで概要をご説明します。1つ目、最も大事な1つ目ですが、キリスト教精神に基づいた愛のある教育を、幼児教育をしたいと思っています。2つ目、音楽の幼児教育をしたいと思ってます。3つ目、 STEM 教育、つまり頭文字 STEM を取って STEM と言いますが、 Science、 Technology、 Engineering、 Mathematics、 つまり科学技術、数学、その感覚を養う教育を、幼児教育をしたいと思っております。この3つはどれも私にとって非常に大事。特に1つ目、私はプロテスタント系のクリスチャンなんですが、キリスト教の精神に基づいたインターナショナルの幼稚園が、全然ないんですね。私の近くには娘に行かせたくても行けるところがございません。今回は自分がやってみようと思いました。また音楽に関しては、私はアマチュアのバイオリニストです。で、実際に素晴らしいプロの音楽をいっぱい耳にしてきて、見てきて、出会ってきて、いかに音楽の教育が、大事か、幼児期の音楽教育が大事か痛感しております。私は今の音楽教育よりももっと、いい教育があると思ってやります。それを、今回、話を一緒にしてチームに加わるピアニストの樋口ドリス・ユーマさんと一緒に組んで、彼女に音楽の分野を担当してもらうことになります。また3つ目の STEM 教育、 S がサイエンス、科学ですね。 T がテクノロジー、技術。 E がエンジニアリングそのものですね。そして M、 マテマティクス、算数、数学。これらは今までも、教育されております。まあ、中学、高校に上がるとそれぞれあります。大学に上がるともっと専門的ですが、それらを、相互に関係しているんですが、実生活では STEM は関係してますが、サブジェクト、科目として学ぶときはバラバラなんですね。それを問題提起したアメリカの教育関係者が、これは相互関係があって総合的に学ぶ、しかも実生活につながっているですから、実生活につながるような教育を、新しい教育を作ろうという動きが何年も前から始まりまして、オバマ大統領はなんと国費を使って31億ドルを使ってSTEM教育を本格的に、取り入れると。つまりSTEMの教育にいる、先生たちを、もっとトレーニングして、ただサイエンスだけ、ただテクノロジーだけ、エンジニアリングだけをするのではなくて、総合的にする。それは先生も訓練を受けないとできませんので、そういうところに31億ドルを投入すると発表しております。で、今回もっとチャレンジングなのは、 STEM 教育というのはアメリカでも早くても小学校以上しかできないと。つまり STEM 教育で一番よくやるのがコーディング、プログラミングの基礎を学ぶことなんですが、文字を読めないとプログラミングってできないと言われています。しかしですね、その文字を読めなくてもプログラミングの感覚、つまりアルゴリズムを理解するですとか、パターンを理解する、そういった感覚を身につけるのは実は幼児期なんですね。で、この幼児期に STEM 教育の基礎感覚をつける一番最適な時期だと、私は考えておりまして、しかも同じように考えている方がアメリカにいらっしゃって、まさに幼稚園児、にその教育を、プログラムを、彼らに合った教育プログラムを作っている人がいます。で、私はその彼らの活動を参考にしながら、この天王寺の地でゆかぴかが開くインターナショナル幼稚園でそれを実行したいと思っております。ですから、ゆかぴかが開こうとしているインターナショナル幼稚園は、英語保育をしながら英語を教えるということではなく、注目するのは、音楽の幼児教育、そして STEM の教育、特に STEM の
感覚をつける教育ですね。それは幼児期が最適だと思うからやるんです。そしてそれをすべてキリスト教精神に基づいた愛のある教育で施したいと思います。ですので、私のチームに加わる先生方は全員クリスチャン限定しております。チームが結成されて場所が決まりましたらウェブサイトで公表したいと思っております。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。